またが来たぞゆっくり霊波だよ。ゆっくりマガツミタケナル神の御事だぜ。マガツミタケナル神の御事、今日は何をするの？今日は幕府に歯向かう稲妻市民全員を乳首にしてみたドッキリだぜ。すごい数字稼げそうな神企画だね。早速やっていこう。とかいうクソもんない茶番は置いといて、挨拶2回目でちょっと尺が稼げて嬉しい霊夢だよ。仲間で残り3日で動画作り始めた、マリサだぜ。字幕もどせかす。そのフォントで言われるとマジで怖い。皆さん仲が目前ということで、今頃ウキウキでしょう。生放送でもめちゃくちゃ盛り上がる情報たくさんあったもんな。私は冒頭15分の映像で原神運営が本当にユーザーを大切にしていることを知れて本当に泣きました。お前だけ原神フェスの映像でも流れてた。アハウの努力する姿とミホヨが重なって涙が止まらない。感受性高すぎるだろお前。ということで今回はエミリエを紹介していこうと思います。エミリエと全く無関係なのやめろ。視聴者さんからエミリエ引いた方がいいですかって質問が来てた気がするので、あとセットで A ランも紹介します。ガチャ来てるので、3番目に上げた動画なのですごい思い入れあります。結構順序で言うと微妙だろそれ。てかフォンテーヌ魔人任務に突っ込むシリーズ続編まだ？ということでエミリエのなんとなくの雰囲気浅いアップ紹介から、フォンテーヌ魔人任務実況から逃げるな。談笑卑怯のこいつらほんまにクソ。エミリエは年少でどうにあってバーンみたいなキャラで、なんかめちゃくちゃナタで強くなります予感やばいキャラクターだよ。現時点でもなかなか強いよな。なんか解説動画見たけど、ベネットシャンリン入れてドーンみたいな編成だった。エンジンがどうせエグいくらいなんか強くて多分なんとかなるだろ。背景映像では知性ゼロプレイしてるけど、エミリエ使ってその後適当に爆発やらスキルすれば多分敵は死ぬ。これどれが燃焼ダメージとかわかるのか。多分そこそこ出てるやつが燃焼ダメージ。すごいな、何一つわからないのぜ。でも原神実況者でヤプだと叩かれるだろ。真面目に紹介しようぜ。無理だからの動画無断転載していい？ダメだし、違法アップロードでよくあるやつやめろ。というかネタ動画上げてるやつにプレイスキル求めるやつなんていないから安泰よ。あと私たちが一年こすってきたキャラクターは棒立ちでクソデカビーム打ってれば敵死ぬから、あれに慣れたらプレイスキルもクソもないか。そういえばエミリエと召使いに共通点があって、お、なんだ。私が武器ガチャで酩酊値マックスになったコンビです。それではイエランの紹介をしていきましょう。ちなみに現在0時なのでめちゃ眠いです。あとちなみにスキルダッシュでここ駆け抜けると縦チャールをこっちに寄せることができます。地味に役立つ豆知識。イエランはスキルと爆発とかもろもろ全てに無駄がないです。探索も強いし、なんかとりあえず引いておきましょう。私は最初のキャラがこの子だったせいで感覚バグって、その後引くキャラがなんかみんな物足りなく感じちゃいました。めっちゃ良かった元カノみたいな言い方やめろ。私の次の彼女はこの子だから、探索も余裕、水元素放棄だからヌビレットともおさらばだよ。え、でもこんな知性ゼロな動きで勝てませんよね。イエランは炎元素のキャラと合わせると雑に強いよ。超開花でも雑に強いよ。全部強いじゃん。適当に使ってもマジで強い。爆発はダメバフとか配ったり、めちゃ強追撃だったり、スキルは探索最強だしマジで強い。さっきは冗談でムアラにあげたけど、普通にこいつがお役御免になってるとこ想像できないよな。これ誇張なしプロモーションなしです。案件来るわけないだろカス。今までの動画全部案件のつもりでやってるよ。思想強すぎだろお前。あとイエランは蝶々回収がマジで楽ちんちん。おーおー、感想雑。ということで今回はシムランカを探索していく。なんで？キッズたちは螺旋でどでかダメージ出してる方がキャッキャ喜ぶだろ、なんでだよ。マリサのキッズに対する印象最悪すぎるだろ。今回はイエランとエミリエ両方目立たせるためにはこれしかないって思ったので。ヤギ打つな。アルパカだろこれ。別にエミリエの仕様マジで理解してなくて、どれがエミリエのダメージ表記か全くわからないとかそんなんじゃないですから。そういうことですね、了解です。あとシムランカの探索の楽しさを皆さんに伝えたい。お前探索始めたのって構えだろ。まあまあ黙れって。ガチギレやめろ。さあ早速ギミックに挑戦だ、楽しみだな。教育番組かよ。何これ、刺さってんの？教育番組と一番対極なこと言ってきた。どうやらカエルのケツ穴確定させてゴールまでたどり着くのが目的らしいですね。ケツ穴確定、よっしゃー。探索いつもその熱量でやってるの？お、イエランの見せどころ来ちゃー。後半意味わかんないってこれ。これ、イエランのいいとこ出ます。これマジたまらんよな。マジでわかる。なあレイム。ん？何？
探索って動画映えしないな。必死に100稼いでるんだから言うのやめろ。で、宝箱を取ったらすぐに、スキルで別のとこ行けるというわけですね。結構ネタ抜きでこいつなしじゃ探索できない体になってる。またこれケツ穴確定といいっすね。イエラインにケツ穴確定されるのご褒美すぎる。マジでたまらんなそれ。原神で一番妖艶で大人の魅力あるキャラマジでイエランだと思ってる。低レベルな下ネタ言いまくってんだから妖艶とか頭良さげな表現使うな。もう、てぇ。チャンネルの知性レベル上げようとしたのに今のでマイナス。原神界隈はとりあえず下ネタ言っとけば喜びますからね。でも下ネタにこびたら個人としての面白さは終わりだよな。ユーモアセンスも上がらないしブラックジョーク言ってるようなやつと変わらないのぜ。火力切れ味思想化け物すぎだろその言葉。でも確かにそうだね。私も改心して自分のユーモアで戦ってみるよ。うーわ、ケツ穴確定の強化版みたいなやつ来た。てかケツ穴確定ギミックマジで多くない？カエルのギミック全部ケツ穴確定っていうのやめろ。じゃあこの水なんなんだよ。ションベン、まだ潮吹きの方がマシ。ここまで来たら何も変わらんだろ。どうしたんだ。探索飽きたので螺旋行きます。石弱すぎる。ということでなんかそれっぽい奴らを入れてそれっぽいプレイしていきましょう。ローテーションとかは考えてるのか？いや全部フィーリングでプレイングしてビクトリングしていこうと思うけど、全部に ING つけるな。とりあえず BGM は確定のつけて解説動画ガチ勢螺旋短期勢みたいな雰囲気出しときます。メシ使いとエミリエのフォンテーヌ倍率パンチでさすがに勝てるだろ。またはフォンテーヌみたいな一体で完結してる性能で出すのかパーチ単位で強いキャラ出すのかどっちなんだろうな。まあなんとかうまく調節してくるでしょ。今回も今回とて話題がないのですが、あれを出すしかないですね。先行体験サーバーの件。話題ない時に荒れてるやつ出すのやめて。まあまあどうせ動画後半なんて誰も見てないし適当にペチャッチャ言っていきましょう。8分にできるならプライド捨てれるのさすがすぎるのぜ。ゆっくり原神界隈でマリサにのぜ喋りさせてるのうちのチャンネルだけだよ。お前も一人称私とうちで安定してないだろかす。そんなことは置いておいて先行体験サーバーの話にしましょう。どっちに話題言っても最悪なのほんまに良くない。皆さんはあれどう思いますか？私は別に何も思ってません。まあ呼ばれもしないし一番関係ないしな。いや切れ味たか。まあそれが全てなんですが、なんかそれ関連でちょっと炎の国しちゃってましたね。炎の国入る前に3回くらい 4.8 で炎の国してるのほんとなんなんだよ。これが全ユーザー共通のナタ先行体験サーバーだったんでしょ。それだったら平等だな。納得するな。まとめていっちゃうとナタの前だしあんまリスクあることしないでほしいなぁとは思いました。でも今回の先行体験を公式リークとか言ってる人がいてマジで理解ができませんでした。最初見た時おもろい冗談言うなって思ってたらガチで言っててクソ笑ったのぜ。結局笑っててクサ。でもなんで公式リークって言ったんですかね。なんでだろうな。なんか理解が本当に追いつかないのぜ。先行体験サーバーって言ってるのにリークって単語が難しい。ネタで言ってたらよかったんだけどな。ネタで。まあこの世には理解しない方がハッピーなことあるよね。そうだな。知らない方がいいこともあるのぜ。よしなかなか100稼げたぞ。あとちょっとだな。螺旋の方も適当な編成すぎて時間かかっちゃった。これてか燃焼起きてるか怪しくね。いやさすがにワンチャンできてないかも。どれが燃焼かわかんねえ。それではご視聴ありがとうございました。フォンテーヌ最後の動画って考えると寂しさもありますね。ヌビレットサムネ詐欺最後にできてよかったな。サムネゲイチャンネルなねんな。フォンテーヌで始まったチャンネルだから本当に感慨深いよ。これからも動画投稿していくのでみんなよろしくね。なんかいい締めしようとしてるじゃん。コメント高評価よろしくお願いします。また見てねー。